Now turn up. はい、NK スポーツチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日なんですけど、はい、今ね、ライジンフェザー級めちゃくちゃ暑いじゃないですか。今暑いっすね。はい、はい、そのライジンフェザー級の、はい、まあ、ランキングを作るとしたらどういう順位になるのか、その辺がね、結構ファンの間では今いろいろ言われてるんで気になりますね。うん、僕らもね、それに乗っかって、はい、僕らが選ぶライジンフェザー級ランキングっていうお題で、まあ、話進めていこうかなと思うんで。いいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずね、はい、なんだかんだいろいろ言われてますけど、実際ライジンフェザー級の、まあ、現チャンピオンは、はい、牛久潤太郎なんで。まあ、そうですね。牛久選手がトップっていうのはね、うん、はい、まあ、しょうがないのかなと。もうベルト持ってますからね。はい、はい、牛久選手がトップとして、はい、1位が誰もが認めるクレベル小池でしょう。はい、もう間違いないですね。うん、間違いないですよね。はい、朝倉未来にも、はい、まあ、一本勝ちしてますし、影の実力者と言われる和島選手からもね、一本取ってて、はい、まあ、ライジンフェザー級無敗で、まあ、元 KSW の、まあ、チャンピオンなんで、はい、満場一致でクレベル選手が1位じゃないですか。誰もが認めるところですね。うん、選手の人もね、はい、まあ、ファンの人もクレベルが1位っていうのは結構言われてるんで。そうですね。ここはクレベル1位で確定でしょ。ここはもう問題ないですね。はい、はい、で2位なんですけど、はい、朝倉未来。やっぱりね、個人的に、はい、まあ、ミクル選手応援してますし。それもありますね。実績を見ても、うん、負けたのがね、クレベル選手と斉藤選手だけなんで。そうですね。その負けた斉藤には、うん、大晦日できっちり勝ってるんで完勝しましたもんね。うん、ミクル選手が2位は妥当じゃないですか。妥当だと思います。で、はい、3位なんですけど、はい、斉藤豊。斉藤選手、はい、はい、初代ライジンフェザー級王者ですし、はい、牛久選手とのタイトルマッチではね、ちょっと不運な形で、うん、まあ、ドクターストップで負けてるんですけど、はい、ミクル選手に1回勝ってるし、うん、ケラモフ選手にも判定で勝ってるんで、はい、斉藤選手が3位も妥当じゃないかなと。そうですね、正直思いますよね。はい、はい、実績から見てね、まあ、大晦日でミクル選手に、まあ、敗れやしたものの、はい、ここからね、うん、またどんどん這い上がってくれると思うんで。そうっすね。斉藤選手の復活にも期待したいってことでね、3位は斉藤選手。はい、こっからですよ、問題は。なるほどね。4位から下が結構割れて、はい、難しくなってくるんですけど、はい、これはまあ僕らね、独自の考えなんで。それぞれありますからね。はい、はい、まあご了承ください。そこはね、そこはもうしょうがないです。はい、はい、第4位が、はい、ウガール・ケラモフ。ケラモフね、はい、はい、やっぱり、うん、アゼルバイジャンのね、ムサエフ・ケラモフ、はい、うん、まあ、ムサエフ選手はね、はい、ベラトールに行ってしまったんですけど、まあ、ケラモフ選手はね、うん、ライジンで全然試合すると言ってますし、はい、まあ、東京ドームでの斉藤戦を見てもケラモフが勝ったんじゃないかなっていう声も結構あったじゃないですか。全然負けてなかったですもんね。うん、うん、まあ、ライジンの判定基準で斉藤選手の勝ちになったかなとは思うんで、はい、見た感じね、全然差はないですし、うん、ミクル選手とやったら面白いんじゃないかとか。面白いですね。クレベルとケラモフやってもね、うん、面白いんじゃないかって思わせるようなね、はい、強豪選手なんで、うん、全然ケラモフが3位とか2位に入ってもおかしくないんですけど、はい、対戦した中で、うん、まあ、斉藤選手に一応負けてるんで、うんうん、でその斉藤選手にミクル選手は勝ってるんで。そうっすね。まあ、ケラモフ選手が4位って感じっすよね。外国人の規制緩和がね、はい、されるってことなんで、ケラモフ選手来日してね、はい、またライジンでの試合見せてほしいっすよね。久々見たいですね。はい、5位が、はい、堀江義則。ここで堀江選手、はい、はい、堀江選手のね、打撃が、うん、はい、個人的にめちゃめちゃ好きで、アグレッシブに攻めて、はい、相手がグラップラーであろうが、はい、もうバンバンタックル切ってね、自慢の腰の強さを見せつけて、佐々木ウルカにも何もさせずにね、勝ってるし。勝ちましたね。いろいろね、SNS とかでも、はい、ちょっと天然なとこがあるんでねコアなファンからはね、はい、結構堀江選手は注目されてて。人気ありますよね。うん、僕らと同じ地元も九州ですし、うん、本当応援したいですよね。応援したいですね。元 UFC ファイターですし、これからライジンのね、トップ戦線に絡んでくる選手だと本当思うんで、はい、堀江選手が5位ですね。5位ですね。はい、6位が、はい、真島和正。おー、真島選手、はい、ここね、本当悩んだんですけど、はい、真島選手ね、はい、ライジン2試合試合してるんですけど、クレベル小池と斉藤豊、2人ともねチャンピオンクラスなんでいや本当っすよね。うん、斉藤選手にはサッカーボールキックで、はい、負けて、クレベルには三角締めで一本負けしてるんですけど、印象悪いんですけど、はい、めちゃくちゃ強いんで真島選手は。真島選手は、はい、ファイターの間でも、はい、めっちゃ評価高いですし、はい、真島選手のオファーを断ったっていう選手もいろいろいるらしいんで。やりたくない相手なんでしょうね。うん、うん、本
当真島選手グラップリング能力超一流ですし、ライジンのトップ戦線に全然絡んでいける選手だと思うんで、うん、はい、もっとライジンに出してほしいですよね。そうですね、まあ、ということで真島選手が6位、第6位で、はい、7位が金原選手。金原選手ね、はい、真島選手の6位と金原選手ちょっと迷ったんですけど、はい、金原選手が7位。前回のね、うん、芦田戦見ても本当経験値が違うというか、うん、金原選手寝技のイメージが結構強いと思うんですけど、はい、キックの試合とかでもね、深志選手と試合やったりとか本当立ち技でも結果残してる選手なんで、すごいですね。立ってよし寝てよしの、はい、もうコンプリートファイターですし、有名なところで言えば戦国対ドリームの対抗戦で、はい、山本キッドからね唯一勝ってる日本人なんで、金原選手は今もね強さ健在っていうのを、まあ、ライジンで見せつけてるんで、うん、金原選手の試合もね、はい、どんどんライジンで組んでほしいですよね。であの人ね結構誰とでも試合やろうよ的な感じなんで、はい、前回の試合後もね全然関係ない萩原恭平に中指立ててしてましたね。もうガンガン煽り散らかしてるんで、ほんとね今言った上位の選手と戦っても全然勝てるレベルではあると思うんで、そんな大きな差はないってことですね。全然差はないと思います、うん、はい、UFC で活躍してた選手ですし、まあ、もっと上でもいいのかなと思ったんですけど、はい、現状ね僕らが考えるランキングでは、はい、7位が金原選手。7位ですね、はい、全然上でもいいと思うんですけどね、もうここはもうほんと勘弁してくださいって感じですねそうですね、はい、8位が、はい、ヤマスドミネーターサトシ。なるほど、はい、ドミネーター選手もライジンでね、はい、まだミクル選手と、ブラックパンサーベイノア選手、この2人とねライジンで2試合しかやってないんですけど、ライジンではそうですね、まあ、ミクル選手には負けて、ベイノア選手にはね体格差あったけど、はい、不利な状況の中、うん、競り勝ったんで、うん、元ディープの王者ですし、はい、萩原選手にね、はい、一本勝ちした芦田選手にも勝ってるし、現チャンピオンの牛久選手ともね、はい、まあ、フルラウンド激闘を演じて、まあ、負けはしたんですけど、はい、ライジンでね、うん、もっと見たい選手ですよね。3月に萩原恭平との試合が決まってるんで、はい、萩原選手今人気出て勢いあるんですけど、ここはドミネーターがしっかり実力の差を見せるんじゃないかなと。なるほどね。9位が、はい、萩原恭平。ここできましたか、はい、萩原恭平選手ね、はい、もっと上でもいいのかなと思ったんですけど、いろいろねフェザー級の選手をこう順位つけていくと、はい、萩原選手より強いんじゃねえかなっていう選手が上にめっちゃいたんで、うん、9位って感じでね萩原選手がなったんで、はい、ちょっとしょうがないですけど、はい、ライジン大阪大会でドミネーター選手と萩原選手試合決まってるんで、はい、ここでね判定でも KO でもドミネーターに勝つことがあれば、はい、もう一気にトップ戦線に絡むと思うんで、地元大阪ですし、うん、本当ね気合い入れて、はい、もうバチバチいくと思うんで、食ってやろうと思ってくれるからね、ドミネーター食ったらね、はい、本当バゲますよ萩原選手は、はい、うん、順位はね9位ってことなんですけど、伸びしろも含めてねこの順位にさせてもらいました。なるほどね、はい、最後10位、はい、実力的には、うん、志田選手とかね、はい、いろいろあるんですけど、探せばね、はい、もうここは、はい、本当個人的な意見で、はい、もうこの先を見越して、はい、平本蓮ですやっぱ来ましたか、ね、平本蓮10位に入ってほしいっていうね、先行投手です、ね、先行投手です、これは完全に完全に鈴木千尋を KO でぶっ倒して、はい、平本蓮1年で変わったなと、はい、アメリカ行って、うん、セルジオ・ペティスとか、はい、その辺の強豪選手とね、うん、練習して、はい、実力つけて、うん、成長したであろうと考えて第10位は平本蓮ってことにしようかなと。なるほどね、うん、全然ね芦田選手とかの方が強いと思うんですよ、まあ、実績的にうん、やっぱり平本蓮ね、はい、あのライジンで活躍してほしいですし、これ見てる人はね、はい、10位が平本ふざけんなと平本アンチとか、はい、格闘技しっかり見てる人とか、はい、平本10位はないでしょうと結構言われるとは思うんですよ、はいはいはい、言われるのを承知で選んでるんで、はい、ほんとさっきも言いましたけど、はい、平本蓮に先行投資ですよ、うん、そうですよね、はい、期待しかないですね。そうですよね、はい、思いっきり無理やり10位に滑り込ました感半端ないですけど、はい、平本蓮に頑張ってほしいんでね、うん、コアなところを攻めたら、はい、平本より強いでしょっていう選手いっぱいいるんですけど、でもね僕らは、はい、平本をめちゃめちゃ応援してるんで、一応萩原の下に置いとこうかなっていう形上ね、はい、あそこなんか切っても切り離せないようなね因縁があると思うんで、はい、萩原選手は相手にしてないみたいですけど今はね、はい、うん、平本蓮がねそのうち萩原恭平、朝倉未来、あの辺を振り向かせると僕ら思ってるんで、はい、平本蓮が10位で10位で
はい、はい、っていうことでね、はい、まあ、こういう感じで、うん、まあ、ランキング作ってみたんで、皆さんがねどう思うかはね、はい、皆さんの勝手なんで、いろんな意見があると思うんで、はい、その辺もね含めてね、この順位はこいつじゃないとか、はい、いや平本順位ありえんでしょとか、はい、萩原もっと上でしょとかいると思います。いろいろあると思うんでね、そういうね格闘技ファン同士の、うん、まあ、交流っていうか、うん、もっと格闘技盛り上げていきたいんで、コメントとかしてもらえたら嬉しいんで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。お願いします。